多分ご存知ないと思いますけども、皆さんが心の中でいろんな感情を抱いていると思います。人生というのは全て心の在り方なんですよ。心の在り方、心の中で何を完結しているのかで自分の身に降りかかっている現象は全て自分が引き寄せているんです。全て心の在り方なんです。だから何を心の中で完結しているのかということなんです。これすごく重要な部分ではあるんですけれども、この心の在り方について喋るとあと5時間かかるので、ここはちょっと割愛していきますけれども、今日随分脱線しました。喋る予定じゃないことをなぜか喋ってます。どうしたんでしょうか。この財布、本当にやってみてください。それから財布で一番いけない色は赤です。この風水上、赤の財布というのは、中に入っているお金を燃やし尽くし赤字にするという意味があります。ワンポイントの赤もダメです。だからもう赤い財布の人は今すぐ手放しましょう。そして財布は高い財布を買ってください。賞味期限がたった1年しかありません。そして今買った財布も12月31日、1月14日までしか使えません。だからどうするかというと、ヤフオク、もしくはアマゾンで売りましょう。それから皆さんも今後一切中古、リサイクル、古本という考え方は一切やめてください。売るのはいいですよ。でも買うのはやめましょう。前に持っていた人がどれだけ波動の低い人が持っていたのか分かりませんよ。だからよく言われるんです、桜庭さん、そんなこと言ったらアマゾンで1円で本売ってるのに1500円で新品買ったら1499円損するじゃないですかって。もったいないを取るか運気を取るかですよ。僕は運気の方が大事なんです。運気があれば仕事もお金も恋愛も健康も全部手に入るんです。たとえ1円で買ったとして1499円その場では得したと思ってるかもしれない。ですけど前に読んでいた人がどれだけ波動の低い人が読んでいたのか全くわからない。本当に物には魂というのが入っていて、その波動っていうものをすごく影響を受けやすいんです。人間はこの運気も非常に波動振動するのというものによって影響されやすいんですね。だから僕はもう中古リサイクルといったものは絶対に使いません。これ運気の問題なんです。だから皆さんも高い財布を買ったとしたら、あと2016年あと4ヶ月しかありません。だからもし、ブランド物の高い財布を買ったとしても、おそらく4ヶ月5ヶ月大切に使ったのであれば結構高い値段で売れるんじゃないですかね。もしくは誰かにあげてもいいですよ。まあもらった人が相当運気落ちますけどね。そして財布はできれば毎日中に入っているお金を出して財布を磨きましょう。今日もありがとうって、これすごく重要なんですよ。本当に財布はお金の家なんです。お金が返りたいと思うかどうか。だから皆さん多分自分の財布を出してみたのであれば、この財布に返りたいと思う人はこの中で多分ほとんどいないと思いますよ。だからその財布をまたこの家に帰ってきたいって思ってもらえるような環境づくりをしてほしいなと思います。そしてそんな中でお金が大好きな匂いというのがあるんですよ。お金が大好きな匂い、